スカイマーク株式会社は日本の航空会社。2020年度の国内線輸送人員は日本航空と全日本空輸に次いで国内第3位である。2021年現在、定時運行率4年連続1位、顧客満足度1位の2巻を達成している。2006年10月1日より旧社名のスカイマークエアラインズ株式会社から 略称として定着していたスカイマークに称号を変更した。なお、英文表記では引き続きエアラインズが使用される。ブランドタグラインはユアウィングである。スカイマークの旧本社1996年11月に当時の HIS 社長である沢田秀夫らの出資により設立。1986年から始まった。 日本の航空輸送業における規制緩和政策による新規参入航空会社の第1号である。2011年12月21日にスターフライヤーが東証第2部に株式上場するまでは規制緩和による新規参入航空会社で唯一の株式上場会社であった。1998年9月19日に羽田福岡線で路線を開設。 日本国内における定期航空運送事業の新規参入は1963年の長崎航空以来35年ぶりのことであった。機内サービスを簡素化して普通運賃を他航空会社の普通運賃の半額程度に抑え平均登場率80%以上を記録。しかし大手航空会社がスカイマーク便前後の自社便の割引運賃を スカイマークと同一水準へ値下げするという対抗策を取った結果、次第にスカイマーク便の登場率は平均登場率60%を切ることが多くなり、経営は赤字となった。その後、自社による服装重視の教育プログラムや自社整備の拡大、航空運賃の見直しをなどを図りは一時的に黒字を出すまで回復したものの、その後も経営は低迷。 2004年にインターネットサービスプロバイダのゼロ、株式会社会長、西久保慎一が増資を引き受け、同社がスカイマークと合併、西久保が社長に就任。2005年には運行トラブルが続発し、経営状態はさらに悪化したが、最新鋭機のボーイング737から800型機への機材更新や整備、運行、サービス体制の全社的かつ、 抜本的見直しなどにより業績は回復し、2008年3月期には、黒字を確保した。しかし、2014年7月31日に開示した、平成27年3月期第1、市販機決算単身では、格安航空会社同士の競争や円安による、燃料費負担の増加の結果、 4から6月期決算で55億円の営業損益ベースでの赤字を計上。エアバスとの機材購入に関するトラブルから多額の違約金を請求されているという2点を理由に継続企業の前提について重要な疑義が生じていると表明した。規制緩和による新規参入航空会社の中では当時春秋航空日本と並んで 日本航空グループ及び全日本空輸グループの大手2社の系列に属する高度な業務提携は行わず独立性を保ち続けながら航空事業を継続していた。2014年の経営悪化に伴い JAL、ANA に支援要請を行う事態になった。2015年1月28日、臨時取締役会において民事再生法適用を申請することを決議し、 東京地方裁判所に申請した。2016年3月28日付で、東京地方裁判所からの監督命令の取り消し決定と民事再生手続きの集結が発表された。民事再生手続きの集結以来、定時運行率と顧客満足度の向上に注力している。2018年には、定時運行率1位を獲得し、4年連続で1位を、 継続している。また、2020年1月には、英国オグ社による調査で、2019年における世界、航空会社定順効率ランキングで世界で3位で、あることが発表された。さらに2020年11月には、日本生産性本部サービス、産業生産性協議会による、JCC で、国内航空会社1位であることが発表された。ほとんどが、 ジカス、イルフックなどの会社からのリース機材である。また、それらのリース機材の一部を買い取る形で自社保有している機材も存在する。日本航空や全日本空輸などの競合他社も多数のリース機を運航しており、航空業界で運航機材のファイナンスリース、オペレーティングリースは珍しいことではない。ただし、日本航空などでは、心臓機の発注、 受領は、自社で行い、受領ゴリース会社の名義にしているのに対し、スカイマークは、自社での発注、受領を行っていない点が異なっている。スカイマーク保有機の登録番号登録の元一桁部分の、アルファベットは、概ねアルファベット順となっている。ただしアルファベットの iOS は、それぞれ数字の一例語に似て使えないため、用いられず、 なお JA737A、JA737G 及び JA737J と JA330C はすでに使用されているため用いることができないこともあり一回り JA737Z まで導入後は JA73 なから N をアルファベット順で登録使用している。経営再建後に導入した機材は JA73AA から A を アルファベット順で登録。塗装などは2021年12月現在。ウィングレットのマークは部品交換などにより頻繁に入れ替わる。スカイマークはリース機が多いため、同社を退役してもリース会社へ返却され、他社で使用されるケースが多い。エアバス A330 から300国際線のサービスに関しては公式ウェブサイトを参照のこと。就航以来、 清涼飲料水、機内紙、紙を絞りなどに加え、菓子を機内で無償提供をしていた。2005年10月12日発表の第2の創業と位置づけられた経営方針転換により、2006年2月1日から大幅な運賃値下げを実施。サービスの簡素化が行われた。機内サービスは、ブランケットと幼児向け本の貸し出し、自社時刻表の配布。 機内紙の配布、希望者への紙を絞り配布に限定し、飲料や、酒の提供、新聞、雑誌の貸し出しなどは全廃。その後、機内で、有料無料を問わず飲料が、全く提供されない状況への対応として、那覇線での試験販売の後、2007年2月1日より100円の、ソフトドリンクミニペットボトル7種キリン喉越し生と300円の神戸ワイン赤、 白の機内販売を開始、2015年時点のサービススタイルへ繋がっている。2017年7月、ソフトドリンク及びアルコール類の機内販売が行われている。ペットボトル入りのソフトドリンクやコーヒー、スープ類は全品100円。アルコール類はおつまみ付きで500円以内とシンプルかつ廉価な価格設定となっている。 また一部の路線限定ではあるが、ネスカフェコーヒーの無料サービスを復活させるなどしている。2016年10月からは、ネスレ日本と提携し、全路線で、オリジナルデザイン、キットカットを、無料、ネスカフェフラジールを1杯100円で販売している。なお、一部路線で、ネスカフェを、無料提供していたが、新型コロナウイルス対策のため一時中止されていた。 2020年10月25日より、ネスカフェゴールドブレンドの無料コーヒーサービスを再開。2020年12月15日より7月から10月に、無料配布していたメディコムジャパンのとコラボレーションし、機内で配布していたものと同様のマスク7枚と、スカイマークオリジナルデザインの抗菌マスクケースを販売開始。ネスレサービススカイマークと、ネスレ日本と共同で、 また乗りたくなる空の旅プロジェクトとして2016年10月1日より、キットカット、コーヒーのサービスを開始した。当初は、キットカットやコーヒー、それに関わるカップや、ミルクなどもすべて、ネスレの提供品であったが、現在は、カップ、マドラー、シュガーを除きすべてスカイマークが購入する形で、サービスを行っている。 スカイマークの就航地がデザインされたオリジナルデザインのキットカットミニを全路線で全ての乗客に配布している。製造元のネスレは通常販売向けのキットカットミニを2020年9月よりサイズダウンを行っていたがスカイマーク向け製造分は以前と変わらないサイズのものを提供していた。2021年1月15日より販売向けと同様に サイズダウンが行われる。サイズダウン後の就航地のデザインは12種類。サイズダウン前には、サイパンや成田のデザインも配布していた。飛行時間が短い路線では、コーヒーサービスは行われない。対象外路線は新千歳茨城、茨城神戸、羽田神戸、名古屋、中部鹿児島、神戸長崎、鹿児島、那覇、宮古下地島路線は、キットカットの配布と、 機内販売のみである。機内販売メニュー現在価格はすべて税込み。機内式内市、スカイマークは2007年4月1日、企画、宣伝共同組合の協力により俯刊。毎月発行され、乗客は自由に持ち帰ることが可能。2018年5月1日より、スカイフラウオン、MARK としてリニューアル。 講談社のフラが編集を担当していたが、2020年6月号より、新型コロナウイルスの感染リスクを抑えるため、休館。その後、再開せずリニューアルする形で終了。2021年1月1日より、空の足跡としてリニューアル。名前の由来は、空イコールスカイ、足跡、イコールマーク。スカイマークの広報が中心となって、 編集を行う。持ち帰り率の向上を意識し、A4 サイズから B5 サイズへとサイズダウンを行った。その他希望者には、ブランケットの貸し出し、飴、おしぼりの提供が無償で行われている。また子供には、絵本の貸し出しや塗り絵の提供も行っている。2020年7月17日より、新型コロナウイルス感染拡大を受け、 メディコムジャパンと提携し使い捨てマスクを全旅客に大使配布していた。メディコムジャパンによるマスクの供給量不足により10月31日をもってマスクの配布を一時中断、再開時期は未定。ボーディングミュージックは川上峰作曲のスカイブルーが起用されている。ボーイング737型機は全席エコノミークラスの177席使用で 三から三アブレストで普通席が装備されている。シートピッチや座席数は同一だが、現在三タイプの座席が混在している。化粧室は全機種共通して、前方一箇所、後方二箇所の合計三箇所設置あり、前方一箇所と後方左側の化粧室にはおむつ交換台が取り付けられている。JA737X。 JA73AAJA73AC の4機に限っては後方2カ所ともおつ交換台が設置されている。フォワードシート最前列6席をフォワードシートとして販売している。インターネットや電話要約は不可、空港カウンターもしくは機内にてアップグレード可能。空港カウンターであれば当日以外の予約も可能。料金は すべての運賃に追加料金1000円が必要。通常座席より足元のスペースが広く、優先登場、機内販売メニューから一つ、無料サービス、受託手荷物の優先返却のサービスが受けられる。2018年10月27日までは、足の場シートという名称で販売されていた。ウェーバ社製シートの場合、 客室とギャレーを仕切る壁までの距離が近く足を伸ばせず、客室内や到着地空港でクレームが相次いだため解消された。グリーンシートエアバス A330 は271席、使用でグリーンシートと称される上級クラスの座席が2から3から2アブレストで装備されていた。ボーイング737型機の普通席に比べてシートピッチが 約 18cm、シート幅が約 10cm 拡大されているほか、背もたれを起こした状態でも3度ほどリクライニングされている。これは日本航空のクラス J とほぼ同等のサイズとなる。テーブルは前の座席ではなくアームレスト内に格納されている。また、前席に電源コンセントが装備されている。座席のメーカーは、 ゾディアックシート、US 社。ANA の国際線、プレミアムエコノミーなどでも採用されている座席と、ほぼ同型である。このグリーンシートは、通常のエコノミークラスよりも、座席幅が広く、プレミアムエコノミーと類似のシートとなっているにも、かかわらず、運賃は、エコノミークラスとあまり変わらないことから、特別座席に安く乗れるという理由で人気を集めたが、 2015年2月に A330 の運行が停止されたため、事実上廃止されてしまった。ボーイング767から 300ER 型機では、シグナスクラスという名称の上級席サービスが行われていた。同クラスでは、食事時間帯にカレーライスなどのホットミール、それ以外の時間にもお菓子などをバスケットに詰め合わせて提供していたほか、 ウェルカムドリンクサービスも行われていた。当時、日本の国内航空路線でホットミールを提供していたのはスカイマークのみだった。後にシグナスクラス料金値下げに伴いサンドイッチなどへ簡素化され、2008年8月の同期退役に際し、シグナスクラスは廃止されている。チェックイン搭乗手続きは空港の自動チェックイン機、カウンターのいずれかで行う。 オンラインチェックインなどは対応していない。自動チェックイン機では、チェックインだけでなく、受託主荷物のタグも出力できる。羽田空港において受託主荷物を、カウンター通過後にバックヤードにおいて、X 線検査を行う、インラインスクリーニングシステムが同社としては初めて、導入された。航空券の座席予約システムは、自社開発した、Jupyter を使用している。 ANA の出資を受けている新規航空会社はすべて ANA のシステムエーブルを利用しているがスカイマークは ANA の出資後も自社システムを使い続けて独立性を確保している自動チェックイン機についても上記の航空会社は ANA の端末を利用しているのに対しスカイマークでは沖と共同開発した独自の端末マーガレットを使用している 2019年11月1日より、搭乗券のデザインが変更された。背面に、スカイロゴが印字されていたが、視認性向上のため廃止。搭乗口や座席番号などの情報がわかりやすい、イラスト付きのデザインへ変更した。2021年3月28日から、日本航空グループとの手荷物連帯運送が、 開始され、日本航空グループとの手荷物のみ乗り継ぎ利用が可能となった。搭乗ゲートは ANA のものではなく自社保有するゲートを使用する。製造は高見沢製。一部空港ではゲートを使用せず、地上旅客スタッフがハンディタイプのスキャナーを使用する。すべての便において優先搭乗から搭乗を開始する。優先搭乗の対象機内混雑緩和と、 搭乗時間短縮のため、分割搭乗を実施し以下の順番で、搭乗案内を行う。1優先搭乗 2A 列及び H 列並びに15列目、及び16列目の非常口座席 3B 列及び G 列4すべての座席搭乗券には2次元コードが印字されており、QR コードをゲートにかざして搭乗する。2015年現在、スカイマークでは、 マイレージサービスを実施していない。UFJ カードと提携したクレジットカードのスカイマークカード発行時期にはポイントを貯めて航空券と交換可能であったがポイントの有効期限は1年であった。一方で2011年6月からデルタ航空のマイレージプログラムスカイマイルの上級会員及び提携クレジットカード所有者を対象に スカイマーク便の座席を提供するサービスを開始している。また2014年1月からの国際線進出と国内感染への大型機の導入に伴うマイレージサービスの導入の意向を表明していたが、その後の導入取りやめと経営破綻により実質的に白紙となっている。2018年より顧客満足度の向上目的とした搭乗後アンケートを開始した。 搭乗券上部に搭乗後アンケート専用 QR コードが刻印されスマートフォンで読み込むことでアンケートに回答できるアンケートに回答後メールアドレスを登録した人を対象に抽選で粗品がプレゼントされる時期によって商品と当選者数が異なるアンケートは着陸滑走後電子機器使用可能の機内アナウンス以降から回答可能である 2020年12月25日回答文より、毎月111人に、雪見大福を、セブンイレブンで無料引き換えができるクーポンがもらえる。2020年11月回答文より、選択式アンケートが2問追加され、合計5問へ変更された。2020年12月25日より、アンケートの設問は変更されていないが、任意である。 フリーコメントを含め6問と表記を変更。選択式アンケートの設問項目自由、記述就行当初からサービスの簡素化などを徹底して行っていたが、近年は顧客満足度にも力を入れている。公益財団法人日本生産性本部が行う、国内最大級の顧客満足度調査、JCC 国内交通部門は2009年から調査対象とされ、 1> 第1回調査から2019年に至るまでスターフライヤーが11年連続第1位を達成しているスカイマークは2014年度までランク圏外であったが2015年に3位を獲得2017年度から3年連続第2位と高い評価を受けている2020年度でスターフライヤーを抑え初の1位を達成した国内交通部門は 日本航空 ANA をはじめ LCC を含む航空会社と新幹線各線が対象である。経営再建後に発表した新生スカイマークの方針のお客様への約束において結構遅延を最小限にすると掲げた。以前は LCC のように予備機の確保がなく玉突き遅延が多く発生していたが現在は 遅延に対応すべく予備機を確保し定時運行に力を入れている。国土交通省が発表する航空輸送サービスに係る情報公開の特定本舗航空運送事業者に係る情報においてスカイマークは2017年度より2020年度まで4年連続で定時運行率第1位となる。2020年度の定時運行率は99.14%であった。 欠航率に関しても低い数字を出している。同統計によると、2020年度の欠航率はわずか0.57%であった。2019年度では、定時運航率、運航率ともにスカイマークが、首位2巻であったが、2020年度は、運航率で、春秋航空日本、全日本空輸に次いで3位である。通常であれば単独搭乗できない子供が、 同伴者がなく、利用する場合の制度。子供の単独登場をサポートすることが目的で、スカイキッズという名称が与えられている。同様のサービスは JAL、ANA などでも行われている。満12歳以上の同伴者がいない場合は、以下の通りで利用可能。出発空港にて保護者などが、チェックインカウンターから搭乗口まで同伴が必要となる。搭乗口から、機内。 機内から到着ロビーまでは必ずスカイマーク係員が案内を行う。到着空港においては到着ロビーにいて保護者などと引き合わせの際に署名を受領することで終了となる。2009年4月1日から経費削減のため運行乗務員、客室乗務員、地上職員の制服を廃止、ポロシャツやウィンドブレーカーの着用に切り替えている。日本の航空会社では 制服廃止は過去に例がないがアメリカ合衆国やスイスなどの一部の航空会社ではすでに実施されている。2014年にはエアバス A330 型機の就航に合わせてキャンペーンとしてミニスカート制服を採用した。この制服は A330 型機で運航される便の乗務員のみがキャンペーン期間のみ着用するもので終了後は 通常のウィンドブレーカーポロシャツ着用に復帰した。2016年11月12日より、女性スカイアテンダント用が、ワンピース、シャツ、ベストスタイルにスカート、またはパンツを組み合わったもので、ジャケットと2種類のスカーフを共通アイテムとして着用。男性スカイアテンダント用はジャケットに、シャツと2種類のネクタイとベスト、同色のボトムスの組み合わせの新制服となった。 この制服は、社内からデザイン案を募集、スカイアテンダントを中心とした、プロジェクトチームによる絞り込みや、各空港でのヒアリングを経て決定したもの。最終的なデザインと機能面の監修は、ユナイテッドアローズが行っているものの、ベースとなる部分は全て社員が関わるなど独自性に、こだわったものとなっている。スカイマークでは、 人件費削減と人員の有効活用を目的とし、地上旅客職と客室乗務職を兼務するスカイアテンダント制度を取り入れていた。スカイアテンダントとして入社し、各空港に配属され、地上旅客職として業務を行う。その後、客室乗務職への移行訓練を行う。 客室乗務員として発令された後も、地上旅客職と兼任していたため、全国の空港が客室乗務員のベースとなっていた。現在はこの制度は廃止となった。業務を分離し別々に採用並びに運用を行っている。客室乗務員は、フライトアテンダントと故障を変更。すべての空港にあったベースは神戸及び羽田に集約された。 直行便経由便神戸空港を経由地としている。経由路線については、起点から終点までの区間と個別の区間にそれぞれ、便名が付与される。例えば、東京、羽田大阪、神戸長崎線では、東京、羽田長崎間の投資の便名とは別に、東京、羽田大阪、神戸間、大阪、神戸長崎間にもそれぞれ便名が付与される。また、 航空保安上の理由から、経由地で乗客全員が一旦後期する必要がある。主要就航路線一覧ピーチアビエーションなど、格安航空会社との競争激化により、収益性の改善が見込めないことから、2013年3月31日をもって、関西国際空港発着路線を運休した。2014年に、 エアバス社との A380 購入に関する違約金問題によって2014年10月25日をもって成田空港発着路線を中心とした不採算路線を運休した2015年2月27日に民事再生手続き下における会社の再生並びに経営改善のため同年3月29日から宮古石垣から拠点撤退し 同年8月31日で、米子発着の神戸、那覇路線運行を終了し、米子空港から撤退することを国交省に届け出た。同年10月24日より、神戸線のみの運行となった仙台空港からの撤退や、複数の不採算路線の縮小したが、 仙台へは2017年7月に、天海は2018年8月、成田は2019年11月にそれぞれ乗り入れを再開した。破綻前は就航路線の見直しを比較的頻繁に行っていて、開設したばかりの路線を数ヶ月で休止するケースが相次いでいた。以下の路線は就航から6ヶ月未満で休止した。 季節定期便期間限定での定期便の設定を行っており、これらの路線を季節定期便と称している。他社 LCC とは異なる、わかりやすくシンプルな低運賃を武器に路線拡充を図っている。また、中期経営計画では神戸空港を関西の拠点と位置づけている。同空港には2011年にスカイマーク専用の格納庫が建設され、 整備面でも拠点として機能している。機材についてはボーイング737から800への統一を見直し、長距離国際線用として、エアバス A380、国内艦線用として A330 から300の導入を計画。3機種を使い分けて、路線や需要に応じた適正な機材構成を目指すこととなった。 しかし、エアバス A380 は2014年7月に購入キャンセルとなり、エアバス A330 は2014年6月の運行開始から7ヶ月半で民事再生手続き開始のため運行を終了。2015年2月からは再度ボーイング737から800への統一による運行コストの削減が実施されている。 民事再生手続きに伴い、2015年2月から運行路線の見直しを行い、羽田、神戸発着便を存続させて、その他の路線については撤退、運休、減便を行い再生計画を策定する予定。2015年3月4日には、2015年9月1日から10月24日までの運行スケジュールとして、米子発着の神戸線。 那覇線を運休とし、茨城発着の新千歳、福岡線は1日に往復から1往復の運行と、主原便、増便としては、名古屋発着の新千歳線を1日に往復から1日、3往復、神戸発着の那覇線を2往復から3往復に、それぞれ増便することが発表された。国際線については、2014年末をめどに、 ニューヨークのジョン・エフ・ケネディ国際空港への就航を計画し、その後も主に長距離路線への就航を計画していたが、A380 契約解除により白紙化。破綻再生後、国際線就航の再検討に入り2018年になり、2月に冬季五輪に合わせて羽田・新川間でチャーター便を運航。5月に他社の撤退によって、 運行停止になった日本、サイパン間直行便解説に関して北マリアナ、初当時地連邦区知事やマリアナ政府観光局や公安局など担当当局等と協議を持ったことがサイパン現地報道で明らかにされ、同様にパラオ線についてもサイパン線と一緒に成田発着で2019年から定期便で就航を検討していることを社長取材で6月に 明らかになった。2005年から2007年にかけ、夏季限定で深夜、早朝便の運行を実施したほか、2010年から2012年に、就航していた羽田北九州線と、2011年に、一時期就航していた羽田中部線は深夜帯のみの運行となっている。日本で他に深夜、早朝時間帯に、国内選定機便を運行するのは、 スターフライヤーの羽田北九州線のみである。2019年10月24日にブランドタグラインユアウィングを制定した。唯一無二の存在を表すため単数形とピリオドを用いた。ユアウィングはスカイマークウィルビーユアウィングという思いが込められている。あなたの変欲とスカイマークの変欲で成立する。 パートナーシップや一体の関係という精神的な大きな概要を表す翼をイメージしたものである。合わせてステートメントが公開された。これらのポスターは空港カウンターや空港内、空港アクセス鉄道などに掲載されている。ステートメント全文私たちはあなたの翼になる。ライフスタイルを刺激する翼に。スマートで使い勝手のいい翼に。 ビジネスの可能性を広げる翼に、乗るたびに好きになれる翼に、私たちは、あなたの翼になる。お客様の顔が見える場所で、お客様の最適解を探していく。航空業界の常識を押し付けるのではなく、フレキシブルな発想を持った翼になる。私たちは、あなたの翼になる。スカイマークだからできるアイデアや、スカイマークだからできるチャレンジを、 新しい時間帯も、価格も、路線も、すべては、あなたの翼になるために。大手より約40%、安い普通運賃、一部座席5千から1万円均一、は、西久保社長が、搭乗率が8割を超えれば、黒字が達成できる戦略としている。無席結構時は、運賃の無手数量払い戻しか交続、後日の自社便への無手数量変更のみとし、 他社への振り替えや宿泊手配、食事券の配布などを中止としていた。この対処は、特に、ビジネス客には不評だったことから、2007年2月1日より、会社側が選択する、他社便への振り替えも可能となった。A380 の医薬金問題による、業績不振により、2014年10月26日、搭乗便から、運賃体系を変更し、 空席状況に応じて割引率が変動するフレックス方式の割引に変更された。また、搭乗日、当日、空港カウンターにて予約便より前の便に空席がある場合には普通運賃との差額で変更可能。また2015年2月26日より一部路線で前割7.31は復活。 同年7月17日より前線に拡大、前割14を追加。足す得の設定に伴い2018年3月24日、登場分をもって廃止。前割14.7は、途中で設定をやめており、廃止時点では、前割3.1のみの設定。2010年4月国土交通省が3週間に、渡り行った立ち入り調査で以下の点が不十分であると、 指摘した。2012年3月30日、厚生労働省は、繰り返しの指導に関わらず障害者の雇用状況に改善が見られないとして、平成23年度特別指導対象企業となっていたスカイマーク株式会社の企業名を障害者雇用促進法第47条に基づき公表した。 その後の厚生労働省による企業名公表を前提とする指導により平成24年度からは該当企業となっていない。2014年11月に A380 の医薬金や燃料費の高騰などによる経営の悪化を改善するため A330 運航の羽田発着の幹線を中心に日本航空へ業務提携を要請していることを明らかにした。 しかし、JAL は、会社構成に伴って2016年度まで、路線計画や、投資計画が、国土交通省航空局の監視下にあり、国交省が強化するか、不透明な上、スカイマークが大幅な赤字を抱えていること、またスカイマーク側が、独立経営を望んでいることから、JAL による、直接出資は行われず、共同運行程度の、提携に止まるものと見られていた。 その後、国土交通省は、スカイマークが、ジャルのみに、業務提携を要請したことに対して、公的資金で再生したジャルだけに路線を拡大させる、わけにはいかないとして、難色を示し、5年間に限って3社で、共同運行させる意向を示した。スカイマークはジャルのみとのコードシェアを、ANA は、ジャル抜きでのコードシェアを望んでいたが、結果的に、スカイマーク側は、 国交省の意向を受け入れ、2015年夏ダイヤを目途に羽田空港発着のスカイマーク便において JAL、ANA と3社で共同運航を実施する方向で協議することが決定した。共同運航によってスカイマークが提供する座席の20%が国内大手2社に提供される見込みである。なお、共同運航と称されてはいるが、 スカイマークの座席の一部を JAL、ANA が自社便名を付与して販売するのみであり、運行乗務員の融通や整備の共同実施などは実施されない。なお、2014年の JAL への業務提携についての国土交通省の反対は、スカイマークから国土交通省への事前連絡、いわゆる人儀を切ることを軽んじたからではないかという見方もされている。 スカイマークの記者会見は2014年11月21日に行われたが、この日は衆議院解散と第47回衆議院議員総選挙の発表の日でもあった。議員にとっての大イベントと同日開催となることについて事前連絡がなかったため、国土交通省とその背後に存在する続議員を反感を買い、 理由をつけられて反対したのではないかという見方が存在している。2015年1月28日、臨時取締役会において民事再生法適用を申請することを決議し、東京地裁に申請した。事業は継続し、運転資金については投資ファンドのインテグラルがつなぎ、融資の実施を行う。社長である西久保は退任し、 取締役会長であった井出隆が代表取締役会長に取締役であった有森正和が代表取締役社長に就任した。1月29日、新社長である有森が記者会見を行った。 経営破綻の理由として A330 のリース料負担が円安の影響で増大したことや A380 の契約解除に伴う7億ドルの違約金の存在を挙げ ANA や JAL など同業大手からの出資については第3局の立場から否定した。また2月から座席数が多くコストがかかる A330 の運行を取りやめ12路線で 厳備にし、3月29日以降は、沖縄県の石垣空港及び、宮古空港から撤退する意向を明らかとした。一方、ANA、JAL とのコードシェアについては、予定通り3月末から開始したいとしている。民事再生法適用申請を受け、東証では2015年3月1日をもって、スカイマークを、 上場廃止とすることを決定し、同1月28日付で整理銘柄に指定した。同日以降、2月になって、前社長で筆頭株主であった西久保は株式を売却しており、2日に1702万株、3日に116万株、4日に80万株を売却した。6日に、関東財務局長に提出した大量保有報告書では、 保有比率は9.78%まで減少し、さらに19日までに保有していた同社株を市場で全て売却したことが2月26日に提出した報告書で判明した。また、同社設立時に親会社となり出資していた HIS も株式を売却しており、4日に492万株を売却し、6日に関東財務局長に提出した。 報告書では、保有比率は1.09%まで減少した。最終売買日は上場廃止日前日の2月28日が、土曜日のために2月27日となり、2月に一部報道で100%減資が報道されたが、最終日終わり目は14円となった。2月4日、債権者説明会が開催され、 再建者として、エアバース A330 のリース会社のイントレピッド、アビエーション、保管機材の一覧参照、737のリース会社 GE、キャピタルアビエーションサービス、アワーズアビエーションキャピタルなどの出席の中、東京地裁による民事再生手続き開始が決定し、5月29日が再生計画案提出期限とし、6月の 再建者集会によって決議され、7月には再生計画が実施される見通しを発表。2月19日に再建を支援する企業の申し出を、23日には支援する航空会社の申し出を締め切った。航空会社として ANA ホールディングス、エアアジアが正式に支援表明しており、アメリカのデルタ航空、アメリカン航空が コードシェアなどの提携を検討していることが報道された。その他には、元親会社だった HIS をはじめ航空キリースを行っているオリックス、商社で航空機の取り扱いのある創実、航空貨物の取り扱いのある福山通運、タクシー大手の日本交通なども支援を表明し、それぞれの分野での協力も申し出た。また資金面では、 新生銀行や大和証券グループが金融機関として支援を表明し、他にも航空会社以外では計20社近くが支援の表明している。さらに3月1日から客室乗務員の社内規定を変更し、従来のメイクや髪型は自由や丁寧な言葉遣いを義務付けないなどを撤廃し、つけまつげやカラーコンタクトなども禁じた。 二日には社内に安全の維持、向上及び経営改革のために経営安全改革会議を設置し、参加に事業改善、サービス向上、営業推進、職場環境改善の4委員会を設置。それぞれで10人前後の社員を委員とし現状の課題や解決策を部門横断的に議論すると発表した。メインバンクを持たなかったスカイマークは西久保が 第三者割当増資や個人融資を引き受けることで経営を続けてきたが、それによって巨額投資を敢行する西保の経営判断に周囲が口出しできなくなったのではないかという指摘もある。スカイマークが民事再生法を申請し、再建者集会で再建案を決議することが決定し、 当初 ANA ホールディングスを中心とする案が、無決議で採択される予定であったが、ANA 側が提示した、再建案で、民生方針生前運行されていて航空機リース、会社イントレピッドがリースしていたエアバスウェイ330から300を排除した、再建案に、再建者であるエアバスとイントレピッドが反発し、イントレピッド側は、 スカイチームのデルタ航空を担ぎ出し、デルタ航空にしてみれば欲しかった日本市場での航空会社を参加にできる可能性があったので、ANA とデルタが相対する構図となった。決議は2015年8月5日、当初はデルタ側に有利と見られたが、ANA 側がエアバスに将来的機材計画で A380 を買い取るなど、エアバス機を 優先的に採用する取引を持ちかけ ANA の再建案へ賛成させたため、デルタにはしこりが残り、実際にその後デルタ航空は成田運航便を段階的に縮小し、主要路線を羽田井観光成田からは運航便はなくなった。2019年10月25日、スカイマークは東京証券取引所に再上場の申請を行ったことを 同年10月30日に発表した。しかし、その後に、世界規模で感染が拡大した、新型コロナウイルスによる、航空需要の急減で、ANA ホールディングスや日本航空をはじめとする、航空各社の株価が下落しており、現状では、最上場によるメリットが薄いと判断し、2020年4月15日に、申請を一旦取り下げることを発表した。 スカイマークはかつて以下のキャッチコピーを用いていた。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。